人材育成について質問です。個人から組織の段階で最初の1人2人の人材に対してあえて給料を仕事以上に渡すようにしています。はい、理由としては彼らにそれくらいの仕事をしているという自覚を持ってもらいたいからです。このやり方について竹内社長はどのようにお考えられになられますでしょうか。ちょっとあんまよくわかんないですね。渡せる余裕があるんだったら全然渡してあげても全然いいとは思うんですけども、どうだろうな、なんでしょうね。ちょっと僕の場合は成果報酬を基本に考えてるんですよね。その仕事以上に僕お金を渡すことってあんまりないんですよ。むしろ遅れて渡すっていうのが僕は普通だと思ってるんですよね。今やってる仕事、今この仕事量をやってて、この能力を発揮してる、今は評価されてないけど、これが積み重なって、後ほど給料が上がる。だから後でついてくるもんだと僕は思ってるんですよ。なんで僕もそうだったし、例えばリラクルを走り回って全国に展開してる時の給料っていうのは僕50万程度だったんですよね。美容師の時からずっと50万なんですよ。で、なので、いや、もっともらわないとおかしいよなとは思ってるんですけど、やっぱりそれは会社の利益が出たらがっつりもらいたいと思ってたからなんですよね。なので、僕は今は損してるけど、後で多くもらえるよね。むしろ、今自分の給料以上の頑張りやってなければ、給料というのは上がらないものだっていう風な認識で働いてたので、社員にもやっぱりそういう風な観念は持ってもらいたくて、なんか自分が今やってる以上の給料をもらうなんていうのはもう言語道断って感じなので、僕はそのやり方はしませんね。特に最初の一人二人にそれをやる意味って何かあるんですかね。全員にやらなくないと意味がなくないですか。一人二人がすごい幹部に育ってくれるんだったらいいんですけども、それだったら将来会社が成功したらあなたたちに株渡してあげますよとかストックオプションを上げときますよっていう方がよっぽど頑張るような気がするんですよね。なので給料もらってたら30万円が当たり前になるし50万円が当たり前になるし、その人たちは多くもらってるなっていう認識って持ってもらえないと僕は思ってるんで、将来がっつりとした稼ぎたいっていうその意欲のある人をなんか使っていきたいなみたいな感じですかね。